はい、皆さんこんにちは、吉田でございます。いつもね、YouTube などね、見ていただいてありがとうございます。そしてですね、LINE アットのね、登録ね、ありがとうございます。210何名かもうわかんなくなっちゃいましたけど、家族の方がですね、登録してくれました。はい。で、そのうちまたメルマガでもね、やろうかと思ってますけどもね。はい、ビジネスの話ですよ。いいですか？ビジネスのメルマガですよ。はい。よろしくお願いします。ということで、今日ご紹介するのはこちら、ババン！光って見えない。こちらですね、ローソン、ローソンさんで光ってる時どうやればいいの？はい、まあいいや。ローソンさんでね、購入させていただきましたですね。あれですよ。セブンイレブンっていうとこの、なんていうの？あれですよ。あ、出てこない。ね。まあ商品名、ピッツァクワトロチーズ230円でございます。はい。ブリトー的なやつね。はい。ブリトー的なやつね。はい。ということで。クワトロチーズ。うわ、これね、楽しみだったんですけど、もう絶対うまいじゃないかなと思って、もう取れちゃった、これ。食べられません。はい。うん、はい、食べられませんね。はい。ということで、こちらの方、これですね。うわ、こういう、ほら。デカめの餃子を袋から出す男って感じですけど、違いますね。はい。ということで、いただいてみたいと思います。うん。あ、ブラックペッパーだね。これブラックペッパーね、そのチーズの中にブラックマヨネーズ、はい、豆乳、人形だった。あ、うまいこれ。うん、うまい。もううまいに決まってるね、これチーズがね、とろーりチーズが。わかりますか、ほら、具はほとんどないね。ノーグーって言おうと思ったけど、意味が違う。具がないってノーグーじゃないからね。ノーグだとダメってなっちゃいますからね。ですね、もうチーズですよ。チーズオンリー。でもね、ピザでもチーズ&チーズみたいなのじゃないですか。もうね、それでいいですよ。チーズ好きは、うん。チーズはね、チーズと小麦粉食べてじゃん。もう幸せっていうか、うまいですから、もうね。さあ。ですね、袋の封を切ってですね、電子レンジでですね、500ワットのね、家庭用の電子レンジで40秒ぐらい温めてください。カロリーは、249キロカロリーでございます。タンパク質 9.3 グラム、脂質 7.6 グラム、炭水化物359グラムね、ということでございます。非常に美味しいございました。ナチュラルチーズということでね、とろっとげてるあたりがね、非常に美味しいございました。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、ローソンさんの、クワトロバジーナ、あ、違いましたね。キャスバルレムダイク、あ、違いましたね。シャアアズナブル、あ、違いますね。はい、ということで、クワトロチーズでございました。光ってみない。あ、見えたね。はい、ありがとうございました。クワトロで、3ボケしてみました。ありがとうございました。では、すべての神々、この指前より、ストップボタン、ポチッ。